最近ラクーンではいや、めちゃくちゃする。グーチョコランタン始まったかも。ジョセフ・フロストやったっけな。ラクーン死刑の副司相だよ。シスコン・フロストやん。簡単に食べられることで有名やん。ブラッドで縁起悪いの？それでもなお血を求めるレッドフィールドや。おい、ちょっとこいつを見てくれ。何なの？警官やねんやったらお前植物触んの？あゆみちゃんでも触らんわ。他に手がかりはないか探してくれ。俺はこいつを調べる。クリスのでなきゃいいんだが。何調べることあるの？他にターミネーター3のあの女なの？血舐めたら誰のか分かるんか？なんでこっちまた襲いに来んねん。お前飯食ってたやんけ。そのまま食っとけよ。お前頬肉とかまだいっぱい残ってたろ。お前ジェフリーパーが実況したみたいになったわ。同僚のケネスの死体だ。何か持っている。ケネスの持っていてフィルムだ。映像機器がないと中身を確認できない。スターズ女隊員パンチラッシュとかやったら地獄やな。見た時にこれが人生1キル目の顔やで。いや嘘つけ。気をつけて化け物よ。平気で10発ぐらい弾ぶち込んどったやないか。こいつ俺に任せろ。さすがにあの真顔で撃ってって言われたらなんか決まり悪かったやろな。絶対に初めてじゃないやつの命してたけど。一体何なんだこいつは。ピッキングのエキスパートやから。何かあったらジル、なんでピッキング得意なんやろな。結構スラムで育ったんかなジル。分からんけど、いろんな犯罪に手染めてたんかな。おい、徹子の部屋最終回みたいな声聞こえてきたぞ、お前。ルールル、ルルル、ルルル、みたいな。重そうな水差しが置かれている。いや、ほんまに徹子の部屋行った時の感想か。ね、緊張して何も覚えてないけど、なんか水差しはめっちゃでかかったね、みたいな。人んちの銅像を2階から落として壊すってどんな倫理観や。でキーピー君うまいことからもどんな幼少期過ごしたか分かるわ。天使像も四肢欠損しとらんやんで。初めて東京丸井でエアガン買った時の俺かお前。全然フォーよりむずいわ。ユニバのジョーズのお姉さんより銃撃つの下手やから。矢尻の部分がペリドットでできてる。知らん。カマジーが働くとかやんけこれ。呪いの書だいぶ宙にこじらせてるやつが書いてるな。待って、これ入ってきたっけ。オーチョンボバレンタイン。天然記念物だけの池に外来種ぶち込むぐらいのチョンボやな。待って、たまない。ほんまのバレンタインの陽キャ男子と女みたいになってるやん。いや、たまないて。逆告白クソ陰キャ男子やんけ。うますぎる。クソ陰キャの扱いは手慣れてる。頭皮の水はけ性能と水分含有量エグいやろ。野球部に重宝されんぞ。雨の次の日お前の頭で水たまりなくせるわ。お前つけて絞ってしてたら。お来ました、ジルバレンタインの時らしい。たとえゾンビであろうとも人の形をしたものを殺めてしまったという罪悪感が彼女の胃袋とたわまに実ったでかい胸を締め付けていく。得体の知れない肉。食器の中にウジ虫がうごめいている。見たこともない調味料が並んでいる。それはお前が料理せんだけやん。そのウジ虫とかと同列にしてお前が意味嫌うもんじゃないわ。うっ、お前スターズのエンブラム食うなや。お前ステータスにそそられるタイプやん。お前人妻とやってるぞ。お前結婚指輪にするタイプや。引き続き調べてみよう。これでなんか
異常な研究が行われてたっていう示唆されてるわけ。俺らは完全に知ってるけど、ジルとかは何が起こってるか分からんから。容器に虫の死骸がたくさん入っている。蜂の標本取りますか。取ったとこ取ってじゃないこれ。ルアーと標本しっかり入れ替えて、え、ちゃうの、え、これ逆にしたよな。あ、ルアーが完成しないってことね、この釣り針で。ルアーを完成させると、んでボタン押せと、スイッチ押します。あ、クレストね、今いらんわ。え、どうもりやん、おい。蜂ってさ、もしかして標本の蜂が飛んできた？ちゃうよな。ジルもうなんか黄色やねんけど。蜂に2回刺されて腹痛なってんねんけど、これどういうこと？普通にあの狭い部屋来たからさ、うんこしたなってるだけかもしれんけど。あの、かくれんぼあるあるで。ベッドを横切るように足跡が残っている。おるやん、じゃあこの向こう。そういうことやんな。グリもいらん。友達に一人はインクリボンみたいなやつおったやろ。外で大人数で鬼ごするときは絶対おもろいから必要やけど、正直家でゲームするとき邪魔っていうやつおったやろ。セーブするとき絶対いるけど、基本的にはもう邪魔であるっていう。インクリボンフレンドおったわ、インクリボンフレンド。最低やな。まあ、俺自身男だけの時はええけど、女おる時正直邪魔って言われたことあるけど。なんかもう赤いのを捜索中やねんけど、このマップな。多分インクリボン取ってないだけやと思う。ちょっと待って、もう入ってもうた、また。敵に接敵したらもうあの全開使うっすね。それまではちょっと耐えたい。なぜかって言ったら、あの犬笛吹いたところのプランターで全開できるから。なんやこれ。まあ、やってっか。眠りを妨げるものに制裁を。スイッチがある、押しますか。とりあえずまだ首に何か置かれてる。格子があって手が届く。なんやお前ら、もうなんか繰りすぎておもんななったダチョウクラブやんけ。繰りすぎておもんななったダチョウクラブやんけお前これ。あ、僕下がります、僕下がります、あ、じゃあ僕引っ込みます、あ、僕引っ込みます、あ、じゃあ僕も引っ込みますみたいな、ゲボおもんないダチョウクラブやんけお前。こいつ落ちたどうなんの。こいつ押したらどうなんだっけ。あ、行けた。で、こいつ押したら向こう見て。確
確かそう。この動かした銅像の下にガスが通ってる通気口があって、そこからあの有毒ガスが吹き出すから、失敗見せれなくて申し訳ないけど、あの初見で罠に引っかかってるおもろさとかが好きなんやったら、あの英子ちゃんの実況みたいなその道ではもうあれよりおもろいの無理よ、もう絶対に。で見てからもうまた戻ってきてほしい普通に。あーマジか、もういいや使おう。リチャード、どうしたの？ひどい傷じゃない。この館はマジでやばい、とんでもない化け物がいる。化け物ってどんな？でかい蛇だ。しかも毒を持ってやがる。毒？リチャード、しっかりして。血清を頼む。血清を見つけたんだが、この体じゃ。分かった、私が取ってくる。待っとけよ、取ってくるからちゃんと。血清とオールナイン、これで全部投げ出して血清取りに行くモードなんねや。いや分かる分かる分かる、どこにあるか。これ一番近いとこ、今俺らがおの2階のここやろ。 OK、 これとほんまな、あの手こずったら死ぬんでまうねんな、リチャードが。なんや、めちゃくちゃ押してきてるやつ俺やん。ボトルは持っときたいな。どこで入れるか覚えてないし、血清ここにあるから。でリチャードの子迎えに行くで。これは血清取りに行くのだいぶ早かったから。リチャード、リチャード、今血清を打つわ。しっかりして。まずい焼き芋みたいな色してる。ジェル、通信機だ。お前に預ける。俺は、ちなみにリチャード、あのショットガンがめちゃくちゃ扱いがうまい。スターズダイ、注射は痛いなこんな時でも注射は痛いな。大丈夫だ、他のみんなを頼む。えぐいやん腕。絶対リチャードに使った方がいいけど、このハーブ。あれ、あのヨーンっていう毒蛇に噛まれてるから、めちゃくちゃでかい。どうしようかな。ここ一発で探索したらこいつ燃やさんで済む。うわ、ライター置いてきてるわ。ここライターいるやつや。暗くてよく見えないやろ。おったっけ、なんかおるわ。こいつも倒さんでいいから。ライターいるやつやった。うん、縦の紋章、縦の鍵がいいんだけど、縦の鍵ここしかいらんから。リチャードが休んでる。今はそっとしとこう
心病んでるやつみたいな言い方すな。ライター戻るでい。もうパッと開けろやん、リチャードおんねんから。ビビりすぎや、毎回。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 研究員。Happy birthday やから。英語でウイルスやから。Virus。Happy birthday to you. 倫理的に終わってるやん。戦闘を選ぶ、戦わんっていう判断をするっていうのはマジでエイペックスに学んだよ。それまではもう見えてる時全員殺そうと思ってたから。これなんかここが捜索終わってないな。ここ楽譜手に入れたからピアノ弾きに行くか。ここやんな、捜索中になってんねんけど。なんでなん、なんでや、これほんまに。なんかやってないことあったっけ。アイテムも全部取ってんけど。謎すぎる。ピアノ弾きに行くには。さあ、一回犬出てくるって言って避けた。あれ全部取りに行くで。あ、さあ、こっちから通るのが無理なんか。見せた。どっちにしろもこの通路使いたないな。どうして。うわ、ほんでここにあるし、ライター。最悪やな、俺、タイミング。ずっと持ってて置いてきたばっかやな。なんこれ。全然セーブしないで、俺。地獄や、マジで地獄やこれ。ってなんでやねん。地獄や。そういえばこっち行ってないわ。中には清掃用具しか入っていない。かすかに異臭がする。ジル、鼻近づけて匂ってるやん。匂いフェチやん、ジル。変態やん。別に匂おうとして匂ったんじゃないかもしれんけども、ここは変態ってことでええやん。そっちの方がええやん。いや、もうインクリボンいらん。おい、取ってるやんけインクリボン。いや、もうインクリボンと壊れたショットガンはもうゴミしかないやんこの部屋。使い道知ってるからいいけど。マジかい。
さすがに二人目はゲロは吐かないですよと。あ、ここに出んねや。ジルおもろいんがさ、あの初っ端入ってすぐさ、2階の銅像思いっきりぶっ壊したくせにさ、ゲロはちゃんとさすがに床にぶちまけんのあかんって、ね、なってる自分のルールあんのがきしょいよな。どういうルールなんそれほんまに。普段はもう荒くれ者でめちゃくちゃどついたりしてくんのに、なんか脇がなんは絶対いじらんみたいな。人んちの銅像余裕でぶち壊すけど、ゲロで床汚すんはもう脇がいじるぐらいタブーみたいな。これさ、最後の一発だけ明らかに威力高ない。だそれまでそのハンドガンの弾当て続けても普通に同じ速度で歩いてくるやん。でも最後の一発だけ急にそこに立ち止まってから倒れんねんな。でもそれ物理のあの慣性の法則的に歩いてきてんねんから、最後の倒れる時さ、多分前に倒れてくるはずやねん。でこれ一回立ち止まってから倒れてるから、明らかに最後の一発だけストッピングパワー桁違いっていう。じゃないとその歩行速度そのままの勢いで前に倒れてくるはずやねん。倒れるときに、それが別にあの力尽きて倒れてるわけじゃなくて、ゾンビがもう自分の意思で倒れてるっていう、立ち止まってもう銃被弾しすぎてもう痛い痛い、もう撃てられぬ嫌やから死んだふりしようって言って倒れてるっていう。何の話やねん、まあ、これと黄色の光を持つ虎。こんな大層なことしてショットガンの弾かい。銅像破壊してサファイア見繕って回って出てきたんが、散弾銃の弾6発なめどんのかい。命がけで探索しとんねん、こっちは。お前5発はお前どう使うか分からんけど、最後の1発は絶対お前に撃つからな。何かに引っかかって動かない。飼育係の日誌、1998年5月9日夜、警備員のスコットとエリアス、研究員のスティーブとポーカーをやった。スティーブのやつやたらついていやがったが、きっといかさまに違いねえ。俺たちのことバカにしやがって。5月10日今日研究員のお偉方から新しい化け物の世話を頼まれた。皮をひんむいたゴリラのようなやつだ。生きた餌がいいってんで豚を投げ込んだら、やつら足をもぎ取ったり内臓を引き出したり遊んだ挙句やっと食いやがる。5月11日、今朝の5時頃、宇宙服みてえな防護服を着たスコットに突然叩き起こされて、俺も宇宙服を着せられた。なんでも研究所で事故があったらしい。研究員の連中と来たら、夜も寝ないで実験ばかりやってるからこんなことになるんだ。12日、昨日からこの忌々しい宇宙服を着けたままなんで、背中が蒸れちまって妙にかゆい。イライラするんで腹いせにあの犬どものお飯を抜きにしてやった。いい気味だ。5月13日、あまりに背中がかゆいんで医務室に行ったら、背中にでっけえ絆創膏を貼られた。それからもう俺は宇宙服を着なくていいと医者が言った。おかげで今夜はよく眠れそうだぜ。もう手遅れやって判断されたやろ。14日、朝起きたら背中だけでなく足にも腫れ物ができてやがった。犬どもの檻がやけに静かなんで、足引きずって見に行ったら数が全然足りねえ。飯を3日抜いたぐらいで逃げやがって。おいら方に見つかったら大変だ。もう犬どっか行ったで。昨日この屋敷から逃げ出そうとした研究員が一人射殺された。って話だ。話しだ。夜、体中熱い、かゆい。胸の腫れ物、かきむしたら、肉が腐れ落ちやがった。一体俺どうなって。ああ、もういからちまってな。で、飛んで19日。やっと熱引いた。もうとてもかゆい。今日。
腹減ったの犬の餌食う。21日かゆいかゆい。スコット来た。ひどい顔なんで殺し。うまかったです。かゆい、うま、かゆうまや。これが俗に言う、ゾンビになったら理性フェードアウトしていくんやと分かったの。これでてっきりもう意識失って起きた頃にはもうゾンビみたいな感じで勝手に思ってたけど、徐々に頭いかれていくねん。バッテリーパック。これなんかあったよな。一回放水してみんで。赤やったらこっちで、緑やったらハーブの方に水が出ると。で、あの動いてんのが植物の化け物なん でこれ調べんで。植物を枯らすために用いられる除草剤。植物の化け物の方を殺したいんで。あ、袋ごと行くんや。合理的っちゃ合理的やけど、赤入りの方にスイッチ入れて、この化け物の方に放水する。逆に放水したらあのハーブ枯れてもうて意味ないっていう。ハーブ持ってるだけ持とう。フェイスマスク、ハーブ持ってるだけ持って、使えるだけ使って。またこれ無限に使えるやつちゃうの。え、グリーンハーブってこれ無限に使えるの。意味ないけど。お前はお、そんな怖いんからですね。戦う必要ない。一回死んでさ、死んでだいぶ戻ったセーブポイントからちょっと違うやり方でやってるから、まだリチャードと会えてないから。で、今からとりあえずショットガン取りに行ここれショットガン取りに行く。壊れたショットガン持ってるよ。もうゴーゴー。え、状況整理しよう。死んでリチャードにまだ会えてないだ。鎧の鍵全然開けれてないから。でもこれもう見やんで。これで天井が降りてこやんから。この部屋はもう何もないと。あのゆりかごから墓場までのバイオハザード一躍有名にした謎解きをやっていくで。タイトルが示されている。三人の魂に真実の光を。三人の魂に真実の光を。黄色のステンドグラスに腕輪をつけた勇者の絵。あ、ゆりかごから墓場までじゃなかった。あれか、オリジナル版か。首飾りをつけた剣じゃない。黄色のステンドグラスに頭飾りをつけた聖者。謎解き全然覚えてないな。3つの魂に守られたリサ。
リサってあれやからな、ジョージ・トレバーの娘やからな、この館設計したリサ・トレバー、多分そこから来てると思う。頭飾りと首飾り、腕輪の装飾をつけた女性の絵、頭が緑、上から緑紫オレンジ、緑紫オレンジ。あ、これは紫でいいんじゃん。あ、これ緑でいい、頭やもんな、緑紫オレンジ、パープル、オレンジ。では、あ、これ腕輪の色オレンジ、これ全部色揃ったもんな。首飾り、頭が緑、首が紫、腕輪がオレンジ。今日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 。デスマスクで、ここに繋がるようになる。でここ出たらあっこやもんな、あの墓んとこやもん。もう置いていくか、あのデスマスクがどこにはめなあかんかを知ってんねや、あの墓の近いね。今からまっすぐ行くとこ、どうせ持ってこなあかんねやったらもうはめちゃえばということで、まあ、結構時間的にはだいぶロスやねんけど、多分まあでもいいでしょう。口がないデスマスク、血が滴ってるから、ね、やばい匂いはめちゃくちゃしてるから、ね、ずっと。このゆりかごから墓場までっていうのはこの初代バイオの仕掛けで、何ほんまにゆりかご赤ちゃんからその老人が墓に入るまでを順番にスイッチ押すっていう仕掛けやってんけど、それがちょっと感動した覚えがあるっすね、おもろすぎて。さすがにやっぱリメイクやから仕掛けの内容変わってたな。であの鎧の鍵の仕掛けとかを全然できてないからやらなあかんっていう。でリチャードと会うシーンもまた流れるけど、まあ、我慢してみてください。切るかもしれんけど。2回目やから別に特に言うこともないよ。リチャードに会って血清を取りに行くと。ライター持ってんもんな。で ここにほっといたゾンビ倒して、ここあの開通したからそれだけ言っときます。リチャード、2回目リチャード、今血清を打つわ、しっかりして。ええわ、見てられへん。 RE4 の後の RE チャードはマジできつい。グリーンハーブはあの体力マックスでも無限に使えるわ。多分気持ちようなってるだけやわ、ジルが。いやーリチャード元気いいやん。ジル決まっちゃってるのかいやん。大丈夫だ、他のみんなを頼む。もう見たな、ここも開けてないんや。ここで8標本やって、で下のあのピアノあるところでピアノ弾きに行くで。でクエストね。あ、やっぱ標本が動いてた。なんやこれ。低用ウイルスいかついやろ。一回触ってるから、ポケットに入れてるから。ポケットに入れてる時動かんかったの。どうしようか、ついでやからあれやろうかな。フォレストスパイヤーと会っとく。
この、 あのブラボーチームのフォレストスパイアが息絶えてるから。めちゃくちゃいい武器持ってますやん。でね、仮装したれって。え、これ夜間でいい？後でクリムゾンのさ切れたるからな、マジで。黄昏の森になったら切れるからな、マジで。グレネードランチャー、榴弾が装備されている。フォレストスパイア。森の方が名前なんかい。なんか略称みたいなどうすんねやろな、おかんが呼ぶときに英語で。フォレスト、朝ごはんできたよ。フォレストって呼びづらいやろ多分。フォレスト、ブレックファースト、フォレストやん。 Hey フォレスト、come for breakfast フォレストやん。めっちゃ言いやすいわ。日本人の感覚で言ってあかんな、こういうの。森くんとして扱ってたわ、日本人の。フォレストスパイアが2発で殺しました。あ、確かここで取ったエンブレムを使うはずやねんな。だから全くあの序盤で取る必要なかったわ、エンブレム。マジで邪魔やっただけやわ。なんでショットガン持ってきたかって言ったら、あの2体の頭吹っ飛ばしとく。最悪、頭吹っ飛ばせてない。これで完全体になるから。なんでヒコってなんねん。精神状態やばいってこいつマジで。誰かジルの心ケアしたってくれ。もう警官という職業に絶望してるか、もしくはハーブでまだ決まってるかやな。え？ちゃうねん。そうそうそう、戻すしかないねんけど、イミテーションエンブレムで開くっていうのは。トレバーの手記、1967年11月24日。この8日に来て11日、どうしてこんなことになったのだ。白衣の男が粗末な食事を運んできて私に言った。気の毒だが、機密保持のためだ。そうか、そういうことだったのか。この8日の秘密を知っているのはスペンサー教と私だけ。私が死ねば秘密は彼一人のものになる。だがしかし一体何のために。いや、考えてる暇はない。このままでは危険だ。それに家族の無事も気になる。
私は脱出を試みることにした。ジェシカ、リサ、無事でいてくれ。26日、この暗闇でチャンスを待つのにライターをなくしたのは痛かった。妻が誕生日に送ってくれたものだ。大切に使っていたのに。運命の人だった11月13日、その3日前に急病で倒れた、祖母おばの見舞いに出かけたという。妻ジェシカと娘リサの姿がふと頭に浮かぶ。あ、ジェシカとリサがおばの見舞いに行った。まあこいつらも拉致されて殺されるからな。リサに関してはもうえげつないことされてるから。まあ後でわかるけど。この瞬間私の中で記憶が鮮明に蘇る。君の家族も今頃は。気を失う直前、白衣の男たちの誰かが確かに言っていた。ますます不安をかき立てられた。彼女たちがこの屋敷に私を訪ねて、再び戻ってきていないことを願う。ああ、戻ってきたんや。なんとか私はあの部屋から出ることに成功。だがこの洋館の外へ出るのは容易ではない。どの部屋なんやろ。すべてのからくりを解かねば。双眼の光を失った虎、黄金のエンブレム。ああ。とりあえずエンブレムはめるか。時計ずれるはず。ずれへんわ。パカッて開くだけだ。え、さっきみたいなこれ。胴体を、長剣は頭部。OK。短いのは胴体。これできる。これ確かあの縦の鍵よな。やっぱりあのリチャードの奥の部屋やな。んでだからリチャードがあの噛まれた奥に今から行くと。まあ行きましょう。火力発生。